今だから言える恥ずかしい買い物は何ですか？恥ずかしい買い物。恥ずかしい買い物なんて、騙された。騙されたわけじゃないですけど、広告を飲みにしてしまったっていう買い物はあります。バストが大きくなるサプリだとか、クリームだとか、あと下着とかはありますね。全然大きくなりませんでしたけど。太りもしない、痩せもしない。なんかが変わったわけでもない。補正下着は、まあ、そうですね。ちょっと、アンダーがきつくなったかなとか、締め付けられてる感もあったんですけど、全然大きくなりませんでした。もう、二度と買わないです。騙されないです。葵さんの唇の特徴を教えてください。あと、もっと近くで見たいです。よろしくお願いします。私上唇は結構薄くて、こうリップとか塗ってなるべくぷっくりさせてるんですけど、で、下は多分普通。で、唇の山があんましないんですけど、それもまたリップでちょっと持ってます。で、あと、よく見ると、ここら辺にちょっとほくろがあります。アップで。はい。こんな感じです。そう、すごく照れます。恥ずかしい。もういいですか？はい。じゃあ、こんな感じでした。女友達同士でとんでもないどしもネタの話をすると聞きました。具体的にどんな話をするのですか？教えてほしいです。そうですね、とんでもないどしもネタしますねいろいろ話します。結構その今の彼氏とか元彼の話とか、あとは結構盛り上がるのは下手な男性の内容とか、こんな感じでぎこちなかったよとか、すごい慣れてなくて面白かったとか、いろいろそういう下品な話とか、あと太い歯、長い歯とか、結構えぐいほど女の子は話します。今付き合ってる彼氏の情報とか、そういう性情報みたいな筒抜けかもです。というわけで、女子部屋でした。葵とお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと、質問もお待ちしております。